はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第3部ですね。パカッソ大陸ですね、6章ですね。言って、ストーリーいきたいと思います。奪われたもの。ヘルカッチャーどこで出てくんの？最後の最後かな。洞窟に戻ってからずっとパーストにらめっこしてる。トットどう？機械は修理できそうかな？もしかして直らない？直せるとは思うんだけど、ただもしかしたらこの機械単体では作動しないのかも。別の何かが必要ってことかい？修理してみないと詳しいことはわからないけどね。とりあえずやってみるだけやってみるよ。足りない道具があるからまずは買い足しだかな。手伝ってもらえる？もちろん。でも誰か留守番必要だよね。何があるかわかんないし。それは私に任せてほしいの。村長と機械とパーツは私が見ておくの。それじゃあもらう。留守番頼んだよ。お、早速仲間に。まあ単語、まあこの辺は地味に集めていきましょうよ。何にもストーリーなし、いきなり戦闘。ヌメヌメボディヌメヌメボディ引っかかってるか。サンダタ、ふふふん、早くみんな帰ってこないかな。なのヒッヒッヒッ。あ、誰なの？スピースピー。え、寝ちゃった？ヒッヒッ、ぐっすり寝ているな。ここまでは順調、作戦通り。よし、お前ら急いで機械のパーツを奪うんだ。じきに奴らが戻ってくる。それまでに終わらせるぞ。本部の方が狙われちゃったね。それはクレリアに代わる強力なキャラクターが欲しいですね。パカッソ編で。よし、これでいいな。見つからないように撤退するぞ。む、外から足音が。モラン、ただいま。君たち何してるの？チームも戻ってきやがったか。留守中を狙うとはいい度胸をしているね。ただじゃ置かないから確保しな。仕方ない、俺が時間を稼いでやる。お前らはブツを持って逃げろ。時間稼ぎになるのかな。4マス移動でずっと逃げるパターンあるからね。いきなり狙う。いきなり狙う。アークバッファローを逃がさない。
ギャー、リーダーがやられた。おいそこのやつ、急げ、追いつかれるだろう。不当な拘束を検知、同胞の救援を優先する。時間がない、その古きらましも連れて逃げるぞ。待って、泥棒許さないよ。でもういない。スピーフが、あれ、みんなお帰りなの。モラン、村長と機械のパーツが、え、あ、どっちもなくなってるの。なんとか機械は無事だったけど。ごめんなさい、なの、誰かギリ気づいたら寝ちゃってたの。多分ラリホーかなんかだろうね。モナンが悪いわけじゃないから、もう泣かないで。まだそんなに遠くまで逃げてないはずだよ。今から追いかけても、もしかしたら。そうだね、手当たり次第聞き込みして村長たちを探そう。村長、今すぐ助けに行くの。すいません、古いキラーマシンを運んでいる怪しいやつを見ませんでしたか。探してるか、探してるもんかはわからねえけど、でかい荷物を抱えたやつが町の外へと逃げていくの見たぜ。きっとそれだよ。追いかけ。それ以上先には行かせないぞ。けけけけけ。例えばストーリークリア報酬で虹の宝石はあるけど、クリスタル欲しいね。クリスタル、あ、ドラゴンスケール発動してる。うん、いや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 、3打弾が火力出るってやばくない。倒すのに かなり時間かかっちゃった。犯人追いつくのはもう難しいかもしれないね。そんな何か手がかりはないの。もしパーストを君たちの村長さんを奪っていたのがアズーロマだとしたら、一つだけ居場所に心当たりがあるよ。え、どこなの、教えてほしいの。火山の奥深く、昔アズーロマの拠点があったみたいなんだ。もしかしたら村長さんたちはそこに運ばれたんじゃないかなって。行ってみよう。他に有力な情報もないからね。でもそこは禁断の地と言われている場所でもあってね、すごく険しい道になるよ。険しい道があるからって、あんたは進むのを諦めるのかい。それは諦めるわけないよ。行こう、ここまで来て引き下がるわけにはいかないよ。僕案内するからついてきて。ピピピ、侵入者を発見。機械型モンスターが見回りしてる。すごい数だね。どうやらトットの言う通り、この先何かがあるようだね。私たちは絶対村長たちを取り戻すの。うん、他に道もなさそうだし、このまま正面突破しよう。その駅でさ、遅れを取るんじゃないよ。ピピ、目標捕捉、戦闘開始。エマージェンシー、エマージェンシー。攻撃と素早さが上昇してるよ。思わぬ一撃に気をつけてね。
E ランクのみ。キラーモスだっけ、ストーリーなかったね。またガガガ、ふとふと、適正存在、適正存在確認、全員排除する。く、次から次へどんどん出てくるね。どうしてこんなことに。トット、機械型モンスターはこんな敵意を抱くほど他の種族が憎いのかな。僕たちは彼らに そこまでひどいこと。そのきっとアズーロマの暴走も影響してるはずだから、考えることは悪いことじゃないけどね。敵に囲まれていることを忘れるんじゃないよ。村長、待ってたの。今すぐ迎えに行くの。アズーロマきっとここにいるはずだよ。ここで切りつけてやろう。うん、先を急ごう。アズーロマってキラーマシン3みたいな形してんのかな。なんかシルエットがそんな感じするんだけど。でも違うよね。オリジナルだよね。エレジアとかレドクリームみたいに。どうした？トット、急に立ち止まってどうしたの？ねえ、僕たちのやってることって本当に正しいのかな？機械型モンスターはきっと自由を求めているだけなんだ。それをこんな風に無理やり止めてしまっていいのかな？トットの気持ちはわからなくもないよ。でも、こんな風に誰かを傷つけるようなやり方は良くないの。僕もそう思う。自由を求めているのに戦うしか方法が選べないのは悲しいよ。機械型モンスターも他のモンスターもきっともっとお互いちゃんと話し合って思いを伝えるべきなんじゃないかな。そっか、うん、みんなの言う通りだ。流されやすいな、トット。時間がないのにごめん、先を急ごう。
キラーとしてこれか。今回のキラーマー3の A ランクですよね。あ、これか。何かなと思ってて、はあ。まだか、ヘルカッチャ。かなり奥まで来たの。村長、村長、あ、あそこ侵入者か。村長とパーツを返してなの。村長、我らが同胞を不当に拘束しておいて、またしても労働を強いるのか。貴様らは何も変わらない。いつの時代も我々を単なる労働力としか見ていない。これ以上の会話は不要。敵は排除するまで覚悟しろ。他の機械型モンスターとは格が違いみたいだよ。あんたたち気をつけな。敵は排除、排除する。我らの同胞のためにも。なんて公正大。追撃も反撃もしてくるから油断するんじゃないよ。なかなか。ああ、いや、なかなか痛いね。いや、ドラッキー逃げとけ。お前は逃げとけ。危ねえ。ちょっと落とせるかこれ。大丈夫か、いけるか。ドドドドドン。オッケー、危ねえ。これ F ランクのみだったらどうしよう。なんとかで本当に勝てたの。悪いけど先に進ませてもらうよ。なぜだ、なぜいつも我々ばかりこのような思いをしなければ。ごめん、僕たちがもっと君たちのことを考えてあげられていたら、私たちで早くなんとかしないといけないの。村長も今すぐ迎えに行くの。かなり進んできたからきっともうすぐのはずだよ。アズルは待ってな、あんたの暴走を必ず止めてやるからね。D ランク、 D ランクのみ。新しい地図発見しました。というわけで、6章ですね、奪われたものをクリアいたしました。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。